皆さんこんにちは。今回のテーマは収納は見せるに隠す8の法則を理解しましょうです。暮らしていく中でお部屋に物はどうしても増えてしまうものですよね。物が増えていくとせっかく素敵に作り上げたお部屋にノイズが多くなり、日々のストレスにもつながってしまいます。そこで理解していただきたいのが収納の見せるに隠す8の法則です。この法則を理解しておくことでインテリアを美しく保つために収納面で考えるべきことを理解できます。詳しく解説していきましょう。それでは早速スタート。お部屋にあるものには見せたいものと見せたくないものがありますよね。見せたいものは例えば花瓶であったり、アートやオブジェであったり、お気に入りの本であったりといったインテリアを彩る美しい雑貨たちです。逆に見せたくないものは洋服やカバンであったり、体温計や薬などの小物であったり、書類や郵便物であったりといった生活品たちです。つまり家の中にあるものにはインテリアを彩る美しいもの、インテリアとして美しくないものに区別することができます。そしてどの家でも平均的にインテリアとして目に入って美しいものイコール全体の2割、インテリアとして目に入ると美しくないものイコール全体の8割という割合で存在すると言われています。この比率はパレートの法則とも言われます。美しいインテリアを目指すためには美しいものイコールインテリアとしてしっかり見せる、美しくないものイコールノイズとなるのでしっかりと隠すと、しっかりと切り分けるのが重要です。美しいものだけを見せて余計な生活品を見せないことでお部屋にノイズとなるものがなくなり、インテリアが美しくまとまるからです。わかりやすい事例を見てみましょう。ビフォーの状態では部屋に多くのものが置かれており、せっかく良い家具を揃えているのにまとまりがありません。ノイズとなる生活品が美しいインテリアを邪魔してしまうのです。そこで余計なノイズとなる生活品を取り払ってみましょう。見えているものが適正な量に管理されていることで家具やディスプレイが引き立ち、お部屋を美しく感じさせることができます。余計な生活品をしっかりと収納で隠してしまうと、インテリアが美しくなることをご理解いただけたことでしょう。ここまでの流れを整理しておくと、ステップ1、お部屋にあるアイテムを目に入って美しいものと美しくないものに分ける。ステップ2、美しいものは見せる、美しくないものは隠すという流れです。この2つの流れを理解することがまずは基本です。ただ隠す収納をしっかりと行う上で問題点が1つあります。それは隠す収納場所が十分にあるかという問題です。隠す収納の代表はクローゼットです。十分な広さのクローゼットがあるお家は収納を考える上で最も良い状態です。インテリアのノイズとなる見せたくないものを全て隠してしまうことができるからです。ただ多くのお家ではクローゼットが小さくて足りないということが多いですよね。だから必然的にお部屋に見せたくないものが溢れ出てきてしまうのです。そんなクローゼットが十分に確保できないというお家での解決策は、家具によって隠す収納場所を増やすということです。つまりはキャビネットなどの中身の見えない収納家具を導入することで隠す収納場所を付け足すという発想です。お部屋の中であっても扉のついた収納家具であれば中身を隠すことができるので生活のノイズは増えません。また見た目の良い収納家具は隠す収納場所を増やしてくれると同時に、ディスプレイなどをするためのフォーカルポイントとしても活躍してくれます。大きな家具でありながら
ただ隠す収納場所としてだけでなく、それ自体が美しいインテリアとして昇華できるのです。つまりは隠す収納8割の補完的な場所でありながら、美しい2割のインテリアをしっかりと見せる場所としても機能してくれるわけです。最後に流れを分かりやすくまとめておきます。ステップ1、お部屋にあるアイテムを目に入って美しいものと美しくないものに分ける。ステップ2、美しいものは見せる、美しくないものは隠す。ステップ3、隠せる場所が十分にあるかを確認する。ステップ4、足りない場合は隠せる収納家具を検討するという流れになります。お部屋の中の隠す収納場所をきちんと確保して、見せると隠すのメリハリをつけるのがポイントです。ちなみにお部屋の片付けという観点では、物の出し入れがスムーズであることが重要です。隠す収納を意識して、扉付きの家具をたくさん配置したけれど、開け閉めが面倒くさくなってついつい出しっぱなしにしてしまうということもあります。そういう片付けが苦手な方には視覚収納をおすすめしています。視覚収納はカゴなどを使って出し入れが最もしやすい簡易的な収納を実現する方法です。オープン収納であっても視覚的なノイズを抑える効果もあります。詳しい解説は以下の動画にて紐解いていますので、そちらも合わせてご覧ください。さて、では今日のおさらいです。収納は見せるに、隠す8の法則を理解しましょう。お部屋に存在するアイテムには美しいものと美しくないものがある。その比率は美しいもの2、美しくないもの8であることが多い。美しいものだけを見せ、美しくないものを隠すことでお部屋は美しくなる。隠す収納の容量を確認して、足りない場合は隠せる収納家具で保管するです。この法則を理解しておくことで、収納する場所の確保を意識できて、お部屋に合った最適な収納アプローチをすることができます。ぜひ参考にしていただければと思います。ではまた次回。さよなら。